ルドルフ・ヤー・コップ・カメラリウスは、ドイツの植物学者、医師。中ンゲン生まれで、同地の大学に学び、その地で亡くなった。中ンゲン大学で医学を治めた後、オランダ、イギリス、フランスを旅しながら研究をし1688年に、中ンゲン大学医学教授研植物園園長に就任した。植物の研究で様々な実験をした結果、 交雑での品種改良が可能であることを発見した。つまり、トウモロコシを使いお花を除去したり花から薬を除くと種子の形成が見られないことから植物でもオス、メスが関与する有性生殖を確認したのである。さらに、1694年、彼は花が生殖期間であることを発表した。ここにおいて一般に高等動植物では、 有性生,生殖によって子孫が得られることが理解された。そして動物よりも植物の方が一度に得られる子孫の数が多いことや子孫の形質を調べやすいので遺伝の研究に植物が利用できることが認識された。もっとも植物の受精の過程については1870年代に入るまでに明らかにはならなかった。Wikimedia Commons には ルドルフ・ヤーコップ・カメラリウスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。